ただいまーあー疲れたーあん何うるせえなー合コンだよ合コンてかお前に私の帰りが遅いかどうかとか関係あるのあ、言ってみろよ彼氏だからアハハハハお前よく彼氏面できるな 付き合ってるって言ってもお前が頼み込むからそういう風にしといてやってるだけだろ私のプライベートに口出ししてんじゃねえアホ犬うるっせえな犬みたいなもんだろ実際私がいないと何もできない同棲って言っても家賃も光熱費も水道代も私が払ってる料理も大してうまいわけでもないそれで一発に彼氏とか言ってんじゃねえよそれに私付き合う前に言ったよな 年下、それも私より身長低いやつに興味ないって私もそれなりに身長あるし妥協はするけどお前は身長低すぎだろそんなお前と付き合ってやってるだけありがたいと思えよは急に何さっきの話聞いてた私のプライベートに口挟むなって言ったのしかも合コンだって言っただろうが頭も悪いのかよクソ犬 知ってる何をうーんで私がその男とラブホに入っていく写真がどうかしたの既婚者ん <laughs> なこと知ってるよその人の方がお前よりいいからちょっと遊んでるだけじゃんてか何でいちいちお前の了承を得ないといけないんだよマジでうさいは別れる 何それハハハバカじゃないの私が別れないでーって引き止めるとでも思った全然いいよ好きにすればガキからかって ATM ぐらいにしてやろうかと思ったけどめんどくさいから別れたいならそうすればはいどうぞ何出ていかないのまあ、そりゃそうだよねお前金もないし行き先もないもんな 分かったら早くご飯作ってくれる今日はまずいのでも我慢してやるからさは何釣ったってんだよ早くしろよはお前自分が何したか分かってる何私の顔殴ってんのあっがお前マジで許さないから どういうつもりあっさ仕返しってことね好きにしなよお前みたいなひ弱な犬にできるなら好きなようにどうぞは何その薬バカじゃないのそんなのシャレになんないっていやマジでやめてマジで調子乗んなアのんだホ犬の薬せに…うんうん <laughs> 口移しで飲ませるとかバカじゃないの <laughs> 何これ熱いお前これ何飲ませたんだよは惚れ薬飲むどこでそんなことどうでもいい早くこれどうにかしろよクガキが調子乗りやがって何これ 悪い…なのになんでなんでこいつを見てるとああ好きあち違うの嫌いだったんじゃなくてただちょっと素直になれなくてごごめんなさい祈りでも何でもなりますだから捨てないでご主人様 今日もお疲れ様でしたご飯の準備すぐしますねいつも私の料理美味しいと言って食べてくださるご主人様が大好きですご主人様、お頭撫でてください届かないから犬みたいに座れですかえ <laughs> ここれでいいですか ありがとうございましたあす,すみませんすぐにご飯の準備をしますご主人様携帯電話に着信がご主人様何ですかこれこの方女性ですよねご主人様浮気ですか ご主人様の犬は私だけでいいのにダメです言い訳なんて聞きませんご主人様ワイシャツを脱いでください早く <laughs> ご主人様が私のご主人様ってマーキングしないと 取もっとしっかりと印をつけないと <laughs> ご主人様美味しい <laughs> もし今後同じようなことがあればご主人様の周りのメスは私が噛み殺しますので覚悟してくださいね